初代日本純ファミリー純は森沢が開発、販売するマルゴシック体及びそのフォント製品。初代デザインは三宅康文による。1973年、社食初代として純101が発売され、その後ファミリーとして展開された。すでに発売されていた純ゴシックを元にしたマルゴシック体で、設計図面用途を意識したと言われる。また、 純の名称の由来はジュニアとされ、もともと前身の純ゴシックなどでは、幼少学さん向けのデザインであったことも伺える。コンセプトこそ異なるものの、社食前世紀において、グラフィックデザイン、広告から出版分野において、好評を博した写し験のナールに対抗する位置づけに当たる書体であり、森沢製の社食機や専用組版機をメインとして用いていた社食、 組反業者などでは、ナールの代用とする例も見受けられた。デザインは、同じ組分けによる、アロー・アール・ジウィン・アール・ファミリーと共通した特徴、雰囲気を持ち、その点角雰筆は全体に丸みを帯びているが、ナールに見られるような字面の大きさやラウンド処理を際立たせるための骨格上の特徴は少なく、カナの、ハ、毛などにおいては、ワネが見られるほか、 従属のアラビア数字などに特徴的な骨格が見られる。社色文字版、専用組版企業フォントへの対応のほか、森沢フォントをデファクトスタンダードとする日本語 DTP 環境において基本7書体の一つとして、ポストスクリプトプリンタにあらかじめプリンタフォントとしてインストールされている場合もあった。現在では DTP 向けのオープンタイプフォーマットに移植されている。 現在はテレビテロップ用に使われる例はほぼないが、社食時代には広く使用されており、特に関西テレビが多用していた。ありがとうございます。